世界のジャパンチャンネルへようこそ。今回は韓国が抱える慰安婦問題に関する話題をご紹介します。皆さんもご存知の通り、日本と韓国の間には様々な問題がある状況です。その中でも慰安婦問題は日韓基本条約で解決されているのに、何度も蒸し返してきては日本に謝罪と賠償を求めてきています。ここで韓国が常に問題視しているのは、日本人から被害を受けた韓国人女性についてですが、韓国に関わる慰安婦問題がもう一つあることを皆さんはご存知でしょうか。以前、日本の週刊文春に掲載された韓国に関するある記事が大きな話題を呼んでいました。その内容をご紹介します。1964年から1966年にかけてベトナム戦争に参戦していた韓国が、ベトナム各地に慰安所を設置し運営していた証拠が見つかった。今までベトナムで韓国軍が民間人の略殺や婦女暴行を行っていたことは知られていたが、韓国政府はこれらを一切認めていない。韓国にとってベトナム戦争の参戦は軍事特需をもたらし、韓国の経済成長の基礎を作り上げた輝かしい功績の一つなので、戦争犯罪を犯したことなどは認めたくないのだろう。韓国では実際にベトナム戦争に派遣された兵士を参戦有志と呼び、尊敬の対象になっているほどの存在。ある日本人ジャーナリストが当時の駐ベトナム韓国軍初代司令官のチェ・ミョンシン将軍宛ての書簡に、韓国軍専用の風呂にベトナム人女性が働いていて性売買がされているとの記述を発見。さらに当時の様子を知っている旧アメリカ兵からの聞き取り調査を行い、その風呂は性売買の施設であり、農村出身の幼い女性が働いていたことが判明。それを受けてアメリカのあるメディアは、韓国軍によるベトナム人女性の性的暴行のニュースを大きく取り上げた。多くのベトナム人女性が韓国兵のために強制的に性的施設で労働させられており、そこで生まれた雷大犯と呼ばれる子供たちは数万人にも上る。非武装のベトナムの民間人を虐殺をして回る韓国兵は、ベトナムの人々にとって憎しみの対象でしかなく、その韓国兵を父に持つ雷大犯は差別の対象とされ、長く苦しめられている。韓国は日本の慰安婦問題に対しては、声高に自分たちの犠牲を訴え、慰安婦への謝罪と賠償を要求し続けているのに、韓国政府はベトナム人に対して行った悪行も、被害に遭った女性も、生まれた混血児も、その存在をまるで無視している。日本に慰安婦に対する公的責任を負うように圧力をかけるのなら、自分たちがベトナム戦争で行った悪逆非道な行為を国際社会にまず謝罪するべきだ。以上が記事の内容でしたが、まさにその通りですね。また驚くべきことに、韓国ではこのベトナム戦争でのことを知らない、もしくは認めない人が多いそうです。韓国人にベトナム戦争についてインタビューした動画では、ベトナム戦争を知っている世代の人でも韓国兵の戦争犯罪行為の存在を全く知らなかったり、あったとしてもそれはその兵士個人が独断で行ったもので、国としての謝罪するものではないと答えていました。当然のことながら、日本の慰安婦問題と比較して質問されることも多いようですが、それとこれとは話が全く違うと同じ種類の話題として並べられることをひどく嫌がるのだとか。この話題に対して海外の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。ベトナム人慰安婦だって？こんな記事は完全な作り物に決まっている？
どうせ日本人が自分たちの問題をうやむやにするために金を使って書かせたんだろう。ベトナム戦争時の韓国軍に慰安婦などいなかったし、韓国政府もベトナム人女性を犠牲になどしていない。日本人が自分たちだけ非難されないように韓国人を巻き込もうとしているんだろう。落ち着けよ韓国人。ベトナム人に多くの被害者がいるのは事実だよ。性的暴行だけじゃなくて、村が一個消えるほどの虐殺もしてる。事実を認めろよ。韓国兵との間に生まれた子供たちについてはイギリスで熱心に議論されているな。来大藩に正義を追って。来大藩問題はすでに韓国とベトナムだけではなく、国際社会に訴える差別問題になっているよ。韓国が日本に対してヘイトを吐きながら謝罪と賠償を要求し続ける姿を見るたびに、韓国人への悪意に対してベトナム人も心を痛めている。韓国人は自分たちの恥を知れ。韓国は日本と違ってベトナムに謝罪をしようとしている。ムデジュン、ノテウ、パククネでさえ謝罪を試みている。被害者と見られたくないベトナムが謝罪を受け入れようとしていないだけだ。常に勝者でいたいがために弱みを見せたくないのだろう。これには背後にいる中国共産党の影響もあるに違いないが、勝者でいたいがために謝罪を受け入れない？よくわからない理屈だ。韓国が謝罪を受け入れないのも負けたくないからなの？キム・デジュンが遺憾の意を表したのは事実だね。しかしパククネは違う。キム・デジュンの歴史認識に不満をぶつけ、参戦有志の名誉を傷つけるなと言っている。自分の父親が決めたベトナム戦争参戦にケチをつけられるのが我慢ならないんだろう。キム・デジュンが遺憾の意を表明したことと、謝罪をして韓国人が許されたことは同じではないのに、勘違いしている韓国人が多い。日本は何度謝罪してる。それを自分たちが受け入れていないだけなのに、日本は謝罪をしないといつまでも怒っている。なのにベトナムに対しては遺憾の意を一度表しただけで、当然受け入れられて許されていると思っている。なんて傲慢で自分勝手なんだろう。結局のところ、韓国はただ日本が憎いだけで、慰安婦の問題は関係ないんだ。韓国の男性は女性の権利に全く興味がない。なぜなら韓国の男性は女性を下に見ていて粗末に扱うことに何の疑問も抱いていない。それなのに慰安婦のおばあさんについてあんなに熱心に怒ることが不自然だ。慰安婦は日本を攻撃する手段としか思っていないから、ベトナムの女性のことが問題になるとも思っていない。ベトナム政府がどう言っているのかは知らないけど、韓国は謝罪してほしい。犠牲になっているのは市民で、実際に被害に遭った彼女たちは謝罪を待ち続けているのだから。日韓の政府間で謝罪と賠償が何度も行われていても、韓国人慰安婦たちがいつまでも謝罪と賠償を求めているのは同じ気持ちだからではないの？韓国はベトナム政府が謝罪を受け入れるまでずっと謝罪を続けるだろう。韓国は日本ではないからね。日本は謝罪したし、韓国や犠牲者が謝罪を受け入れるまでずっと謝罪を続けるだろうね。日本だって韓国ではないからね。韓国は謝罪を続けるだろうって。自分たちがしたことを認めてもいないのに、本当に謝罪してると思っているのか？韓国はベトナムでの性的暴行も民間人虐殺も事実を認めていない。認めていないものを大統領が謝罪するわけないだろう。パククネが大統領になった時、私はこの問題がもう少し良い方向に発展すると期待してた。彼女のパパが始めた戦争だとしても、彼女自身が女性であることから、日本との慰安婦問題についても、ベトナム人女性と子供についても、もっと目線を合わせて
男性大統領にはできないアプローチをしてくれるんじゃないかと思ったの。ただ彼女は参戦した兵士を称えるばかりで最悪だったけどね。ここに書き込んでいる韓国人っぽいコメントを読んでたら、ああ日本に対して言ってるのもこういう感じのやつなのって思って、今までと見方が変わったわ。私も性被害は根絶されるべき悪だから肩入れしていた部分があったけど、ベトナム人被害者に対する態度を見たら、かわいそうなのは自分たちだけで、自分たちが加害者になってることは見ても知らないふりをするのね。へーって気持ち。韓国はただ日本を憎んでいるだけ。韓国はヘイトのサイクルから抜け出すべきだ。神は忘れて許すというカードをお与えになっているのに、何度も過去の歴史を呼び戻し、いつまでもヘイトのサイクルから抜け出せないでいるではないか。ベトナムのことも今度は自分たちにヘイトが向けられる。サイクルが始まるのを認められないからだろう。以上が海外の人々の反応でした。韓国人らしき人の主張は、そもそもベトナムに被害者はいないや、韓国はすでに謝罪をしている、など、一貫性がなく、その態度に他の国の人は呆れている様子がうかがえます。慰安婦問題を世界に拡散し、日本を悪者に仕立て上げたプロパガンダを信じていた人たちにも、さすがに韓国の言うことに違和感を抱く人も増えてくることでしょう。では、この件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。韓国は日本が女性を強制連行した。我々は被害者と騒ぐけど、実際に強制連行した証拠は残ってない。だけど、韓国人がベトナム人女性にしたことは証拠も残っている。そして子供まで産ませてる。なのに保証をするどころか、存在自体を無視するなんてありえない。第二次世界大戦中、慰安所を設営してたのは日本だけじゃないし、交渉を持っていたのは別に犯罪じゃないんだよ。日本軍だってちゃんと管理して、子供ができないように避妊具の着用を義務付けていたというし。なのに韓国は日本に対してギャンギャン言ってる。強制連行をした上に子供ができないようにコントロールすらしていない。これこそただの暴行だろ。自分たちに都合が悪いことは、どんなに信憑性の高い資料を突きつけられても、その事実に向き合うことはしない。それが韓国。感情的になって、無知蒙昧な言い訳を一生懸命作り出す。今度はどんな言い訳をするのかな？アメリカに調査してもらったらいい。写真付きで戦争資料がたっぷり残ってるだろうから、詳しく調べてくれるだろう。アメリカの公文書記録は、時期が来たら精査せずに公開するがポリシーなので、もうすべて公開済み。だから誰でも調査可能。ベトナム側にやる気がないんだよ。ベトナムは太平洋戦争下でも日本軍に慰安婦を出している。けど、韓国と違って謝罪も賠償も求めていない。もともと国としては表面に出す気がないのかもしれないな。あれあれ？韓国さんは被害者の証言が一番の証拠って言ってなかったっけ？そうでなくても子供さん残してるし、遺伝子調べたら誰の子かなんてすぐわかるんじゃないんですかね。韓国相手に話し合いなんぞ無駄無駄。事実だけ突きつけて、とっとと叱るべき償いをさせるべし。歴史を忘れた民族に未来はないって被害者が納得するまで謝罪するのが韓国風なんじゃないのか。これまで散々言っておいて、自分たちのことはスルーなんだな。まあある意味韓国らしいわな。あの国が素直に謝って賠償しますとか言い出したら逆に驚くわ。
日本に対して慰安婦への謝罪を求めているのと同時並行で、自分たちはベトナムで性的暴行を繰り返してたってこと？さすがに鬼畜すぎるだろ。以上が日本の人々の反応でした。どの口で日本を責めているんだというのが共通の意見のようです。韓国は様々な場面で、それはそれ、これはこれとダブルスタンダードを取ることが多いですが、このベトナム人慰安婦の問題はまさにその筆頭でしょう。ベトナム戦争時の韓国軍の行いをアメリカメディアが報じたり、イギリスでは韓国政府に認めさせ謝罪させるための活動を行う内大藩に正義をという団体が発足するなど動きが見られる中、当のベトナム国内ではベトナム戦争に関連することは許しを与えるべきという風潮だったそうで、ベトナム人自ら何かしらの行動が起こされることはありませんでした。しかしベトナム戦争終戦から42年経った2017年に大きな動きが見られたのです。それは韓国に留学していた運億ルイエンさんによる抗議活動。ベトナム人であるルイエンさんにとってベトナム戦争は独立を勝ち取った戦争であると同時に、甚大な犠牲を生み大きな悲しみの記憶が刻まれたものであり、それに韓国が大きく関わっていることは切り離すことができません。しかし彼女は韓国に来て、韓国人が慰安婦問題を日本に持続的に提起するのを見て、我々も抗議の声を出さなければならないと感じたと述べています。この先韓国がベトナムに謝罪することはあるのでしょうか。ベトナム戦争における韓国軍による民間人虐殺事件。日本に賠償だ謝罪だと言いながら、自国の戦争犯罪は決して認めようとしていなかった韓国ですが、この度韓国の裁判で意外な判決が出たようです。今回はベトナム戦争時の韓国の犯罪がついに認められるに関する話題をご紹介します。1960年から1975年にかけて、ベトナムの統一と独立をめぐる争いにアメリカが軍事介入して行われたベトナム戦争。このベトナム戦争には多くの韓国軍兵士が派遣され、その韓国軍によって多くのベトナム民間人が犠牲となりました。この韓国軍兵士による民間人虐殺事件に関して、家族を失い自身も銃撃を受けたというベトナム人女性が韓国政府に対して賠償を求め訴訟を起こしていたのですが、どうやら一審判決が出たようです。ソウル聯合ニュースは2023年2月、ベトナム戦争に派遣された韓国軍による民間人虐殺をめぐり、韓国の裁判所が初めて韓国政府の責任を認めたと報じました。この裁判は韓国軍兵士によって家族を失い自身も銃撃を受けたというベトナム人女性が2020年に韓国政府に対して起こした訴訟。その一審判決において、ソウル中央地裁が政府に対し慰謝料3000万ウォン、日本円で約340万円の支払いを命じたのです。一審判決は国家の理論よりも被害者個人の救済を重視する結論を出したことになります。これまで自国の罪を認めてこなかった韓国に一体どういう判断が下ったのか、この裁判の詳しい内容をご紹介します。原告は1968年にベトナム中部の村で韓国軍海兵隊の軍人らが70人以上を手にかけたとされる事件の生存者、グエン・ティタンさん。タンさんは兄弟らを射殺され、自身も腹部に銃撃を受け重傷を負ったのだそう。韓国地裁は参戦した韓国の軍人の証言などから、タンさんの訴えの大部分を認め、敵兵と住民を区別しにくい、ベトナム戦争の特性上、
民間人を殺傷したとしても正当行為だったという政府側の主張を退けました。また韓国政府は65年にベトナム米国との間でそれぞれ締結した約定書により、ベトナム人が韓国で裁判を提起することはできないとも主張しましたが、裁判所は軍当局間で締結した合意に過ぎず条約としての効力を持たないとして、被害者が韓国の裁判所に訴える権利は妨げないとしています。さらに裁判では賠償請求権の消滅事項に関しても争われましたが、地裁は近年になって韓国で事件の真相究明に取り組む民間団体が証拠資料を確保するまで被害者が実質的に訴訟を起こせる状態ではなかったと指摘し、原告は訴訟を提起するまで債権者の権利を行使できない障害事由があったと判断しました。そもそも韓国軍のベトナム人民間人虐殺は20年ほど前に韓国の週刊誌報道をきっかけに浮上したと言われています。韓国が大量の兵士をベトナムに派遣したのは共産主義の脅威から自由主義社会を防衛するためだとされており、実際朝鮮半島で北の共産主義政権に対峙していた韓国軍の兵士はベトナムの地でも共産主義者は鬼と信じて真面目に戦ったのだそう。ですが当時ベトナム兵の間では韓国軍と戦うより米兵と戦った方がマシと言われていたくらい、民間人も容赦なく犠牲にするのが韓国軍の戦い方だったのだとか。その残酷極まりない戦いぶりは今でも戦争を経験したベトナム人の間で語り伝えられていますが、ベトナム政府が内戦の記憶に触れることに消極的だったため韓国政府も虐殺を明確には認めてきませんでした。今回の判決を受け、ソウル聯合ニュースは今後類似の訴訟が相次ぐ可能性があると懸念しており、イ・ジョンソプ国防相は国防省が確認したところでは虐殺は全くない、判決には同意できないとの立場を示しています。この話題に対して韓国の人々からは様々な声が寄せられていましたので、その一部をご紹介します。海外の反応。このような判決を出すなんて一体どこの国の裁判官なのか。こんな賠償は本来であれば敗戦国がしなければならない。それなのになぜ傭兵として行った我々が払わなければならないのだ。裁判官は法律を覚えただけで考えが至らない人間のようだ。そもそも韓国側が大虐殺した証拠もないのに何を言っているのか。それを言ったら日本の慰安婦問題だって明確な証拠はないんだけど、前に我々が謝罪をしようとしたらベトナム政府が我々は戦勝国だから謝罪は不要だと言ったんじゃないか。でもベトナム人が謝罪をしろと言ってるのなら謝罪をするべきなのでは。ここで謝罪をしなければ日本とやっていることが同じになってしまうではないか。政府側にはそう言われたのかもしれないけど、我々が謝罪しなければならないのは被害者だろう。なぜこのような判決が出たのか全く理解できない。韓国はあくまでアメリカの傭兵として参加しただけだ。つまり韓国には何も責任がないはずである。本当に責任を問うべきはアメリカのはずだ。本当にその通りだ。韓国はあの時アメリカの操り人形みたいなものだった。我々はアメリカの代わりに戦ったようなものだ。たとえそうだとしても犯罪を犯したのなら責任はあるだろう。戦争犯罪をやったことが免罪されることなどないはずだ。韓国に責任があるというのはわかるが、このベトナム人はアメリカには賠償請求しないのか。米軍もベトナムで民間人を殺害してるのでは。確かに無実の民間人を虐殺したなら責任は負わなければならない。
しかしそれが本当に虐殺だったのか、戦闘行為の中で起きたことなのか、今更判断可能だったのか。韓国は謝罪して賠償しなければならないが、韓国が民間人を虐殺したというのは間違っていると思う。韓国軍はベトコンが民間人のふりをして襲撃してきたから倒しただけだ、それを虐殺と言われてもな。我々が戦っていた相手は昼間は民間人、夜になればベトコンに急兵するような連中だった。だから虐殺に関しては仕方のない部分もあったとは思う。こちらも味方の被害が出れば強力な対応は避けられなかったはずだ。しかし子供や女性まで殺したのは非難されても当然だと思う。いや、むしろ謝罪するのはベトナムの方だよ。民間人のふりをしながら我々と戦っていたのだから。この問題はベトナム政府にも責任があるだろう。この問題について韓国には責任があるだろう。ベトナム人はとても残虐なことをされたと聞いたからね。正直この判決は素晴らしいと思う。我々は日本とは違うということだ。今回の判事はまともな仕事をしたようだ。しかし賠償金額があまりにも少なすぎるように思える。韓国はベトナムに100兆ウォンの賠償をしよう。ベトナム戦争は我が国の経済発展に大いに役立った。認めることを認めて、悪いことは賠償するのが正しいと思う。日本のような卑劣な国にはならないようにしよう。その通りだ。韓国政府はベトナム戦争の被害者に無限の謝罪と賠償をしよう。そして韓国がどれだけ立派か見せつけようじゃないか。その上で日本に慰安婦問題の謝罪と賠償を堂々と要求しよう。日本はすでに慰安婦に謝罪もしてるし、賠償金も支払ってるだろ。それなのにまだそんなことを言うやつがいるなんてな。韓国は日本とは違うとか言ってるやつらは正気なのか。韓国は今までずっと賠償をせず、政府もこの戦争犯罪を否定し続けていたのに、韓国は今までずっと日本に無限の謝罪と賠償を要求していたけど、ベトナム人には賠償は愚か、謝罪もしていなかったなんて笑えるよ。この事実は教科書にも載せなければならないね。以上が韓国の人々の反応でした。判決に不満を抱く人もいるようですが、謝罪しなければならないと思う人の方が多いようですね。ですが、日本とは違うということを見せつけるために、謝罪をするべきだと考える人もいるようで、その発言からは亡くなった人たちへの思いではなく日本への対抗意識しか感じることができません。ではこの件について日本の人々はどのように感じたのでしょうか。一緒に見てみましょう。日本の反応。あの連中の中にも法律を理解している者がいたとは驚きだ。さて、誠意ある賠償と謝罪を見せてもらおう。そうそう、ベトナムが先進国に肩を並べるくらい発展する賠償金をね。日本はしっかりやっているよ。普段から心からの謝罪じゃないと意味ないとか言ってるんだから、払った後も払い続けてくださいね。末代まで謝罪と賠償を受ける権利があるぞ。被害者がいいと言うまで払い続けるんだぞ。なんかこの件について賠償しようって話は聞いたことはあったけど、賠償しましたって話は全く聞かないな。謝罪賠償を何度もやってる日本と全くやってない韓国では、確かに日本とは同じじゃないですね。判決は出てもまだ謝罪も賠償もしてないからね。募金はしても被災地に送らない奴らに一体何を期待する。むしろこんな少ない金額で俺たちはやったぞなんてでかい態度取られても、確かにベトナムさんはもっと取り立ててもいいんじゃないかな。ベトナムの人々の命が
その金額なのは果たして妥当と言えるのだろうか。少ないね。あまりにも少なすぎるよ。本来ならばとっくにこのような判決が出ているべき。この問題自体、朝日の慰安婦報道以前の70年代初頭から指摘をされ続けてきたし、ベトナム人以外女性たちもすでに数十年間も韓国を訪問し続け、その被害実態調査と被害の救済を韓国政府と韓国国民に対して訴え続けてきたんだからね。その通り。なのに韓国はこの50年間その訴えを全く無視し続けてきた。その一方で日本には事実関係の不明瞭なものも含めて慰安婦関連の攻撃をし続けてきた。韓国はこの辺をちゃんと理解しておいた方がいい。少しは自分たちが犯罪者だってことを理解した方がいいんじゃない。賠償だけで謝罪しないつもりなのがバレバレだよ。米軍の傭兵だったから韓国軍には責任ないって。米軍が後方の味方を襲えと指示したか。言い逃れ、責任転嫁にしてもひどすぎるよ。それが戦争というものなんだから仕方がなかったとかなんとか意味不明な言い訳してるけど、退役軍人も遠回しに民間人を手にかけたことを認めてはいるんだね。いちいち日本を出さず、悪いと思ったら賠償したらいいのに。日本とは違うとかしょうもないこと言ってないでさ。日本とは違うって言ってる人たちはベトナムの人たちに謝罪する気ゼロだよね。命を落とした人たちよりも日本に勝つことを考えてるなんて。いや、でも日本と違うってところは正しいぞ。日本の徴用工や慰安婦は捏造、韓国のは本物の戦争犯罪だからね。だからこそ韓国はこの問題から永遠に逃げられないだろうね。日本と違うところを見せたいのならば、最低でも80年間は謝罪と賠償を繰り返さないとダメだね。それができたら、さすが韓国、日本とは違うぜって褒めてあげてもいいかな。以上が日本の人々の反応でした。アメリカに責任転嫁していることや、誠意が感じられないことを指摘する声。いちいち日本を出すなという意見が多く見られました。さて、そんなベトナム戦争に、延べ30万人以上の兵士を派遣して、アメリカの後方支援をした韓国ですが、その際の韓国軍の行動は正気の沙汰とは思えないものばかりだったのだそう。そこで最後にプレジデントオンラインに掲載された記事をご紹介したいと思います。フォトジャーナリストの村山康文氏はこの記事の中でベトナム戦争に関し、地元の新聞社を訪ねて虐殺の手口を聞くことができた。韓国軍の行動は正気の沙汰とは思えないものばかりだったと、ベトナムを訪れた際のことを語りました。村山氏はベトナムのとある出版社を訪れ、当時編集長だったファン・タンミン氏に訪問理由を話すと、ビン編集長は少し待っていてくださいねと立ち上がり、編集局長室からビン編集長が編纂したという地元の郷土史をまとめた書籍を2冊持ってきてくれたといいます。ビン編集長は、私は歴史が大好きで、約2年かけて新聞社の記者や友人らと一緒に資料研究、聞き取り調査を行いました。これらがその集大成です。タイホア県のホアドン社とホアミー社の郷土史をまとめたものですが、他県も現在進行中ですと言いながら書籍をペラペラとめくり、韓国軍による虐殺事件についてはこの辺りに書かれていますねと説明してくれたそうです。その書籍には、フーミー村では村人30人全員を撃ち殺した後、3つの井戸に放り込み、手榴弾を投げ込んで何事もなかったかのように隠蔽した。韓国兵10人が1人の若い女性に集団で性的暴行を加え、女性はその後撃ち殺された。チオン村では16人が命を落とした。
一家6人が絶命した家では、高齢者が2人、妊婦が1人、障害者が1人含まれていた。ミートゥン村とクアンフー村では、7人の女性を捕らえ、兵士らが代わる代わる女性に性的暴行を加えた後、女性2人の喉を銃剣で突き刺し絶命させた。残りの5人の女性を森へと連行し、裸にさせてきつく縛り、韓国兵のトップらがさらに冷酷な性的暴行を加えた。その後、5人の女性と乳児1人を刺して絶命させたと、思わず目を覆いたくなるほどの惨状が克明に描写されていたのです。そしてビン編集長は、この2冊の本には書かれていませんが、作成中の他県の聞き取り調査では、言葉にするのもはばかられるような残虐非道な信じられないような行いの証言をいくつも聞いていますと静かに語りました。事件が起きたとされる村で韓国兵が取った行動は、とても正気の沙汰とは思えないものばかりで、あまりにも残忍なものです。また村山氏が取材を続けていると、事件のことをよく知るベトナム人女性と出会い、その女性から、男たちは皆殺されるからと逃げ、老人や女、子供ばかりがよくわからないまま広場に集められていました、まさか女子供に手を出さないだろうと思っていたら、韓国兵らは銃で狙いをつけたんです。皆驚き命乞いをしました。しかし韓国兵は命乞いする彼らを次々と撃ち殺し、そして最後に手榴弾を投げ込んだのです。少し離れた木の陰で事件の様子を見ていた私は、叔父に手を引かれて一緒に山の奥へ逃げて助かりましたと当時の状況を話してもらえたのだそう。実体験した方の話を聞くのは本当に辛いですね。このように語り継がれるベトナムには、かつて憎悪碑と書かれた石碑が建てられていたそうですが、2017年には慰霊碑と改められたのだそうです。1992年のベトナムと韓国の国交回復後、両国の関係は次第に良くなっています。現在ベトナム政府は過去を忘れるために、韓国軍による民間人殺害事件があったとされる村の憎悪碑を慰霊碑に変えていこうとしていますと、ビン編集長はこのように語りました。事件を経験した被害者たちの心に刻まれた憎悪は消えることはないと思いますが、ベトナムも前に進もうとしているのですね。このような惨劇はもう二度と起きてほしくないと願うばかりです。動画をご覧いただきありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。合わせて家庭内問題を扱ったセカンドチャンネル、スカットピエンチャンネルの方もご登録いただけますと嬉しく思います。またのお越しをお待ちしております。